お、お願いします。お、来た来た。チョビヒーボーイ。来た。チョビヒーボーイ。はい、チョビヒー。はい、島田選手来てもらいました。じゃあ、じゃあ。お疲れ。いや、いいよ、もういいよ。あ、楽しいね。はい。今年の状態っていうか、はい、ね、去年まで一緒にやってて、はい、例年になくこう、ね、状態よく一軍にこうしがみつけてますが、はい、何が自分では変わったと。そうですね、打席の中での考え方ですか。まあ、守備と、はい、それダイソーもあるよな。ありますね。あれ、足早くないですね。ね、ちょっとびっくりだけど、はい、まあ、守備に関してはね、もともともいいものをずっと持ってたんで、はい、やっぱ打つことが、ね、できればっていうのがあった中で、はい、本当すごいこういい集中力っていうかさ、はい、そういうなんかこう、なんか何かこう変えたことってないの？変えたことですか？うん、バットは？あ、バットはもう変えました。うん、去年と比べてもう全然違うやつに。やっぱそれも影響あるは多分あると思います。はい、ミートしやすくなったから、はい、ですね。あとは、あとは、まあ、本当に去年まではなんか、なんていうんですかね、去年までとこう考え方を変えたというか、自分の中でもう初球からでもどんどん甘い球が来たら打っていこうと、はい、もう狙ってない球とかでも、まあ、タイミングが合えばもうどんどん打っていこうっていう感じで、はい、打席に立って。それはそれもいいことだよね。はい、まあ、それで結局結果出てるわけだから、はい、それはね、続けてってもらって、またどん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 活躍してもらいたいんですが、はい、島田選手は今年何年目だったの？4年目、はい、今年で29になります。だからもう中堅くらいになるの、はい、ね、そうですね、もうこれからもうきっちり自分に定着して、はい、ね、はい、これからのオリックスを、はい、ぜひ引っ張って、まあ、同世代多いでしょ。はい、そうですね。ね、1個上、はい、1個下、多いですね。多いんでね、はい、その年代でこうなんとかいいチームを作っておいてもらいたいんで、はい、まあ、あと2試合ぐらいで前半終わりますが、はい、後半に向けて、はい、自分自身のチームのことはまあいいよ。自分自身での後半に向けてのこう意気込みを、ね、そうですね、今のこの感じをこうなくさないように、うんうん、はい、もう練習して、はい、この調子をずっと維持できるように、はいはい、また試合に出続けれるように、頑張ります。はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありました。はい、応援してるよ、はい、イケメンだからね、ここちょ、ヒゲなんだ、ヒゲ、それ、はい、今年そのヒゲなんだ、ヒゲはもうこれ、なんでちょっと、あれな、人相がちょっと優しく見られるから、ちょっとヒゲにさせて、結構ある誰が優しく見えるとか言ってんだっつ。いや、もういっぱい言われるの。結構言われるんですよ、本当に。やっぱ威圧感を出す。そうですね。ヒゲで威圧感出してる。それが結果出てない。そうだね。ヒゲ出してください。かわいいな。ありがとうございました。ありがとうございました。